エルレンバッハアムマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク郡で、最も大きな市。バイエルン州北西部のアシャフフェンブルク近郊に位置する。この市には、ミルテンベルク郡の2つの病院があり、良質のワインで知られる。エルレンバッハは25年前に市となったバイエルン州で、最も新しい市である。エルレンバッハは、ウンターフランケン。 マインフィアエックソイのアシャフフェンブルク近郊に位置する。以前は独立した自治体であった小村、メイヒエンハルトとシュトライト、それぞれ1976年及び1978年に合併した。本市は公式には3つの地区からなる。これらはいずれも小集落や孤立農場ではなく集落を形成している。この領域に人が住み始めたのは、 まだ歴史の世が明ける前である。1876年に、青銅器時代の4つの墳墓が発掘された。1981年には、紀元前1000年から800年の典型的な骨壺墓地が発掘された。紀元1世紀に、ローマ帝国が、マイン川にまで半島を広げた。帝国の東京のリーメスには、城があり、国境を防衛していた。 ローマ帝国を避け、ライン川ガ,ガンのゲルマン民族は東に移動した。ローマ帝国が崩壊すると、その後何年もかかってだが、531年までには、フランク人が、マイン地方を制し、入植地を作った。最初のエルレンバイファ農場は、おそらく800年から950年の間に、設けられた。1183年頃に、皇帝フリードリヒバルバロッサはこの村に、 市場開催権を与えた。皇帝の印は、市場開催権や自由権のほか、実際に目に見える形でも与えられた。それは、大きな十字架で、その先端に、鶏がついていた。その横棒には、片面に上を向いたて反対の面には、下向きの剣があしらわれている。上向きの手は、エルレンバッハの住民が、皇帝の特別な日ご家にあること、背いたものには、 王の剣が見舞われることを示している。1953年、エルレンバ・ハームマインに新しい紋章が作られた。これは二つの古い印象に基づいて作られたものである。どちらの印象も、右手に十字がついた帝国帽子、左手に剣を持ち、冠を被った相当の和紙が描かれていた。和紙の頭上には宙に浮いた剪定交換が頭の下には、 E と B の文字が描かれている。聖ペーター・パウル教会カトリックの、聖ペーター・パウル教会、聖オーゼフ教会、聖オーゼフ教会、聖カール・ボロモイス教会の他に、プロテスタントのマルティン・ルター教会がある。2007年1月以降、福音派自由教会エルレンバイ派があり、2007年7月現在、35人の固定信者がいる。 エルレンバッハ市役所エルレンバッハの市議会は24、議席からなる。第一市長は、ミヒャエル・ベルニウンガー。第二市長は、アンネ・トゥルケ。第三市長は、ボルフガング・グロースマンである。エルレンバッハのフランケン・ハレエルレンバッハの、文化生活は多彩な面を持つ。改装されたばかりのフランケン・ハレは、演劇、ミュージカル、コンサートの舞台に活用されている。 さらに文化を充実させるものに、1979年に、開館したパノラマ映画館、キノパサージェがある。また、多くの祭りや、市場も忘れてはならない、文化生活の構成要素である。エルレンバッハのブドウ畑すでに、ローマ時代から、マイン渓谷で、ブドウ栽培が行われていたが、エルレンバッハのブドウ栽培は千年後の1261年1月2日に、 初めて文献上に記録されている。エルレンバッハは1990年以降、フランケン赤ワイン街道沿いに位置している。ありがとうございます。